はい、こんにちは。山陽と申します。というか、おはようございますの時間なんですけどね。今日はね、どこに来るかというと、三重県四日市市の新庄2丁目だったかな。ロードキッチン監督署の横にありますね。これですね、三重交通の、高速バスセンターというところでね、バス乗り場ですね、来ております。なんでこんなところに来てるのかというとですね、今日ですね、何をしようかって言ったらですね、前回のね、リベンジですね。前回大阪難波にね、行こうって言ってね、散々なね、ルートで行きました。いや、景色が良かったしね、旅行としては非常に楽しかったんですけどね、単なる大阪への移動手段としては大変かかる。8時間20分でしたっけ、かかるというね、紀勢本線経由でぐるっと回るってのがありましたね。磯川回れっていうのでね、回りすぎてね、とてつもなく時間がかかって、山けのね、値段も12,560円ってね、かかりましたよというね、旅がございました。その反省を生かしてね、いや、もっとね、ちゃんとね、行けるね、ルートがあるんじゃないかということでですね、今日はですね、よし、やっぱし、もう一回大阪に行こうじゃないかと、難波に行こうじゃないかということで、いや、待て、なりますよね。まあ、そりゃそうです。やっぱり、難波に行くになら、何回も言っとるやと。近鉄列車が一番やと。近鉄特急でね、ピュッて行くのが一番やないかと。いうことなんですけどね。いや、今回はね、ちょっとね、真面目にね、ちょっと検討できるんじゃないかというね、ルートではあるんですよ。何かと言いますとですね、こっからですね、高速バスに乗って、要は、ね、大阪に行こうってわけですね。いや、待てとね。ちょっとね、調べたことがある方ならね、多分それでも、待てと、すぐにお気づきになると思います。そうなんです。四日市から大阪に行ってる高速バスっていうのは、原則ないんですよね。USJ、ユニバーサルスタジオジャパンに、行くやつが1日1便だったかな。今、ちょっと減便されてる兼ね合いとかで、ね、ちょっといろいろ変わってるんですけど、普段は2便ぐらいあるのかな、っていうのがあるんですけど、それ USJ の方に行くやつになってしまいますし、多分途中ね、行くのかなっていうのもあるんですけど、ここには書いてないな、今。そう。いうことなんで、いや、全然行けんやないかと。あかんやないかということなんですけど、ここに書いてあります。実はこれを使おうってわけですね。もうね、タイトルでね、出てると思うんでね、言っちゃいますけども、簡単に言っときます。京都行きの高速バスに乗りましょうってわけですね。なんでやと。ね、京都行きの高速バスね。これね、実はね、片道2,800円だったかなって言ってね、まあ、確かにちょっとお得なんですけど、これ往復割引ってのを使うと、往復で4,200円、ね。ですので、実質片道が、2,100円になるんですね。そう。2,100円安いじゃないですか。だけどね、いや、でも、そっからまた大阪に出会わなあかんのやろということでね。うん。いや、それだったらかかるんじゃないのっていうね、思う方もいるかもしれません。そこでね、私はね、検討したわけでございます。今回はね、ちょっと図を作ってみました。これもビシッとここら辺出してあると思いますけど、ちょっと座りながら説明しますね。こんな感じで、ね、京都までが2100円になりますと。で、先に、こっちで説明しとこう。近鉄の場合ね、セオリーって言ったら、やっぱり近鉄で行くっていう方法でしょう。四日市から大阪まで近鉄で行く場合は、難波に行くなら、3690円。これ、ここ、特急で買った場合ね、3690円で行けますと。で、鶴橋に、行った場合、先に難波の説明しますね。3690円ですよ、ということですね。では、ね、今の2100円っていうのを頭に入れてみると、こんな感じですね。四日市から、難波まで行こうと思ったら、普通に行くと、こっちですね、上に書いてある、京都から大阪から、難波に行くっていうのが多分セオリーでパッと思いつくやつじゃないかなと思うんですけど、そうするとね、これ2900円。まあ確かにちょっと安いんですよね。これでもね、安いんです。ただね、これもう一つ裏技がありまして、四日市から実はこの京都に行くやつっていうのは京阪バスが運転してるんですね。京阪バスと三重交通が相互で運転してるんですけど、この京阪バスが乗り入れてる兼ね合いで、これね、五条というところに止まるんですよ。あれとかか。何でしたっけ。五条にはあるのが、二条城じゃなくて、これ、有名な。ところがある。五条ってところに泊まります。要は、京都駅から一つずれた、ちょっとずれたところなんです。これは、京
阪の乗り換えができるんですね。で、京阪はこれ、淀屋橋のところまで走ってますと。これがちょうど大阪の梅田と、難波の間ぐらいにあるんですよね。で、そうすると、淀屋橋まで420円。これ、京都大阪 JR 使った場合ですけどね、570円。で、で、淀橋まで京阪で行くと420円。この時点で150円安いんですよ。さらにこれが梅田と、ね、難波の間ぐらいにあるところなんで、メトロの料金も安くなってくるんですね。大阪までこっちが230円に対して、こっちは180円。すみません。これ大阪から難波ですから、京都から難波までを JR 難波まで行くっていうのは今回換算してません。それだと相当ぐるっと大回りになってしまうんですよね。今の、ルートだと。環状線でぐるっと天王寺まで回ってっていうふうになるんで、非常にこれはちょっと、大回りにも程があるんで、ちょっと今回はそれは換算していません。ということで、行くと、2900円のところが、なんと何番までこれ108円で行くと、2700円で行けるんですね。そういうことなんです。ちなみにこれね、淀屋橋から大阪の梅田に行きたい場合は、多分直接行った方がいいですね。180円プラスでかかるんで、600円になるんで、まあそれでも30円差なんですけどね。まあでもこっちの方が京都からそのままね、すっと大阪に行けるんで、まあちょっと混むかもしれませんけどね。ここでも新快速も走ってますしね、便利だとは思います。2670円でそうするとこっちに行きますよ。ですからこれ、北に行こうと思ったらで南に行くのでもこれ安いじゃないですか。2700円で、こっちが、3690円でしょ。まあ、一応急行を使った場合は2050円で行きますし、っていうのもあります、なんですけど大阪ナンバーに、行こうと思ったら、まあ普通やっぱり特急使うじゃないですか。ねえ、ちょっと距離的に厳しいですから、急行だと。ね。っていうのを考えると、ほら、いいじゃないですかということですね。はい。ということで、南に行く場合でも結構安いよ。で、これがね、大阪の北に行こうってなったら、さもありなんなんですよ。さっきも言いました、こっちの場合は2670円で行けますと。ね。で、淀屋橋に用事がある場合とはもう安くなりますよね。2520円で淀屋橋までだったら行けますよと。ここから歩いて行ける距離なのかなっていうのをちょっと確認してみたいなと思ってます。ね。梅田の方にもちょっと行ってみたいと思いますからね、今日は。で、で、こっちの方で、要は、4日から近鉄経由で大阪に行こうと思うと、どうでしょう。やっぱ、これ、ね、難波から行く場合はもう単純に高くなってしまうんで、やはりね、鶴橋から行った方が便利で、安いと、いうことですんで、こっちで説明します。そうすると、100円安くなりますね。1950円。で、JR の場合180円に乗れますんで、それを足してみると、特急の場合3770円。で、急行の場合2130円と、なりますよと、いうことです。急行だとやっぱし厳しいですからね、この3770円の方ってなると、まあ、やっぱしお値段が、もう1000円近くね、1000円以上ね、差がついてくるというふうになってくると。これは結構ね、お得じゃないですか。で、まあ、ここで皆さんが近鉄は対抗するかもしれません。いや、ちょっと待ってとね。多少の裏技は、じゃあこっちも使わせてくれよと。株主優待券の場合どうかという場合ですね。株主優待券、まあ、価格がね、やっぱ相場が変わってきますからあれなんですけど、まあ、大体、これ前買った時も1500円でした。まあ、大体これが相場だと思うんです。そうすると1500円になるということは、この値段から難波に行く場合は、500円引きになりますよね。そうしますと、難波まで500円引きってことは、3190円。ああ、そうするとちょっと審査になってきますね。でも、まだこっちの方が安いんですよね。それでもまだこっちの方が安いんですよ。はい。すごいじゃないですか。で、さらに言うと、株主優待を使って大阪に行こうと場合は3320円。ですから、3320円だと、ですね、まだね、やはりこっちの方がね、やっぱ断然安いと、ね、ということになってくるんですよね。じゃあ、これはね、いいルート見つけたんじゃないですか、こっちね、私、って思います。で、いうことですね。で、これだけでも結構まあお得感分かってきたかなと思うんですけど、ちなみにもう頑張ってどんこで行くぞって場合は1680円で行けますからね、大阪ナンバーまでで、大阪ナンバーまででも、鶴橋までも、1500円でね、川上の集団で急行でどんこで行こうと思えば行きますから、もちろん最安値はそれだと思いますけど、まあこれまあまあしんどいですよ。やってみたらね、あれ、あっ、って言っとったらバスが来た。
発車まで時間があるはずなんですけどね。ですからこれねお得なんですけど、さらにねここでお得なのが駐車料金を考えた場合なんですよ。ちょっとまだ時間ありそうだから説明しとこうかな。こんな感じでバックで入ってくるんですね。ここがバスの出発になってるんですね。おで要は駐車料金考えた時に近鉄に四日市の駅前に停めようと思うとまあまあ値段が高いんですよね。1日ね楠木パーキングで1700円かかるわけです。そうすると料金が、5020円かかってくるんですよね。1日あたりで駐車料金まで込みで考えたら5020円。で対してこっちの場合はね無料だと思ったら有料は有料でした。1日あたり200円かかるらしいんで、そうするとプラス200円2900円2800円なんて全然こっちの方が得じゃないかという、計算になったことなんですね。おって言っとったらつきました。ということでね早速乗ってみようと思います。さあまだ発車までは結構もうギリギリだったんだ。まだ定刻前ですけどね。あおはようございます。はい、ああすいません、ちょっと今動画で収録とかやってたもんで、ね、別山田と申します。はい、お願いします。はい、意外と少ないですね、こっちから乗ってくる人。こっから乗ってくるのは私だけなんかな。200円でね、領収書をね小高で買います。200円ね。で、まあ、今日は日帰りなんでね、あれですけど。で、車のダッシュボードに置いとったらいいらしいです。前払いで。200円ですから。1500円ここで差がつきますが、これは大きいですよ。1泊2日だったら向こう3400円。ね、こっち400円。2000、3000円安いですからね。これは相当大きいですよ。14日までは止めていいみたいなんで、中部国際空港に行くときに使うっていう手もありだと思います。はい、中部国際空港直接止めると高いですし、飛行機に乗ってフラフラのところで帰り運転して帰るの、まあまあしんどい距離ですからね。ああ、これね、高速バスをちょっとエンジン使ってこうじゃないですかっていうことですね。ね、みんな使ってる人多いかなと思ったら。あれ、どうも。私だけなのかな。7時7分発、これがね、今までちょっとコロナの影響で運休しとったのが復活してたってことなんでね、それもどうかなっていうのでね。でも、大阪線の運転手だろうな。これはでもね、あ、JR 高速バスターミナルの雰囲気だろうな。行く場所行こうかな。あ、そうなんだ。へぇ、2800円。でも、まだこっちも安いかもしれないな。これは後でチェックしてみましょう。シートベルト、じゃあ、これはシートベルト。お待たせいたしました。本日は三重交通高速バス京都行きをご利用くださいまして誠にありがとうございます。座席は全席指定となっておりますので、お手持ちの乗車券の座席番号を今一度お確かめください。次の近鉄四日市で乗車扱いをします。しばらくお待ちください。
This is the express bus bound for Kyoto. Passengers with reserved tickets have designated seats, so please check the seat number written on your ticket.マスクの方も着用、ご協力よろしくお願いいたします。お間に合った、間に合った。さあ、ってことでやってきましたよ。京都ですよ。五条京阪ってことでね、五条京阪まで51分到着予定から、55分、まあ4分遅れ、まあ今日、ちょっと途中ね、画像も撮ってありますけど、だいぶノームが出てましたからね、まああとやっぱり事故車が混む兼ね合いかなと、京都までは。ね、まあこれぐらいなのかな、まあでも4分遅れやったら、バスやったら全然ね、上等ありかなというところですね。で、こっからの乗り換えの案内は一応9時5分で、バス停から、乗り換え自体は本当すぐ近くね、もう、ここか。そうそうそう。名前は出てきてませんでしたけど、清水五条ね。そうそうそう。ですから、清水寺が近くなんやね。ということで、これね、京阪電車で、清水五条から行きますよと。いうことで、一応、こっからのルートのやつはまとめておきました。電車の中で。一応、これぐらいがつけそうかなというので、調べてみました。そしたら、9時5分、これであと10分後にね、出発する電車で、行ったら、10時13分、に着くってことなんで、まあ3時間と5分か。で、7時7分かになってますからね。っていうことですね。まあやはり、時間で言うと、あっちね、近鉄四日市から、難波で行くとね、近鉄で行くと、まあ、2時間は切りますよ。1時間50分ぐらいで行きますから。そうしますと、まあ、1時間20分ぐらい違ってくるのかな、早いのかな。ってことなんで、やっぱスピードだけで言ったらね、あと乗り換えなしで行きますからね。そのあたりのこと考えると、まあ、やっぱし近鉄特急便利やな、というところですけど、これやっぱし価格のこと考えてみてください、ということね。あと1泊2日とかしたら、プラス1700円とかね、向こうは料金かかってきます。ここで3000円とかっていう差が生まれますから、これホテル1泊分ぐらい変わってきますからね。ホテル1泊分は無理か。でも満喫で1泊するぐらいの値段は変わってきますよね。ということなんだよね。ぜひね、で、普通に、このままで、私も、ね、このまま乗って、京都の方、大阪の方にね、もうすぐ向かってで何時に着きましたよってやろうかなと思ったんですけど、ちょっと作戦変更でね、まあ、もうせっかくね、
もう今これ清水寺の近くなんて、ちょっとだって清水工場ってなってんだから。だからね、ちょっと見ていこうかなって。だってもう街並みめっちゃ綺麗じゃないですか。もうめちゃくちゃ京都じゃないですか。ねえ。いうことなんで、ちょっとこっちの方とか全然歩いたことない。あまり私、京都って実は観光したことないですからね。そうなんですよ。せっかくなんでね、ちょっと見ていこうかなと思います。ぶらりと。しながらね、一応ですんで、時間はこんな感じですよっていうのがね。で、あと今日はちょっとノームが出とった兼ね合いで、ちょっと電車も遅れが出とるみたいなんでね。今ね、だいぶ晴れてきましたけど、さっきも本当来る途中ね、すごかったですね。あとこれ考えてみたら、2100円ですけど、京都南インターまでで、四日市から乗った場合、高速料金だけで1950円ぐらいかかるんですよね。確か1900円だったかなぐらいかかるんですよ。ってこと考えたら、プラス200円で、ね、悠々と運転してもらいながら、ここまで来れるっていうのはね、非常にね、中まで来れるから、結構京都の道もね、まあまあね、初見で走るのもまあまあ大変ですからね、まあ5番の目にはなってますけど、ってことなんで、ってこと考えてもね、まあ一人旅の場合はね、まあ二人で行ったらね、またね、その、二人で1900円分け合えばいいとかってね、なってきますけど。で、あと、そう、今回はね、行きは、ここで降りますけど、帰りはね、京都の方から乗っていくと思います。大阪の方とかね、梅田の方とかまでもう見て、で、梅田から京都に出て、で、帰ろうかなと思ったんで、で、行きが、ここで、行きがね、ここの、京都五条のところで、帰りが、京都駅の方。でも往復割引は適用されるらしいです。逆に京都で行きは降りて、帰りは、いろいろとね、清水寺とかくーっと観光してね、こっちに戻ってくるっていう手もありますし、もちろん同じところで乗り降りもできますよということなんで、これはね、往復割引は適用できるってことなんで、これね、便利ですよ。ぜひね、活用してね、いろんな観光とかにもね、使えるでしょうし、っていうところですね。もう駅は、まあまあちょっとあるんですね。車でここから10分ぐらいで出てましたけど、京都タワーがあそこやもんね。せっかくやから清水の舞台見てきましょうか。ね。なんかせっかくやからね、こっち来たらやっぱちょっと、見たいな。ってことでね、とりあえずね、移動してみた動画はね、ひとまずこれでね、締めてみようと思います。どうもご視聴ありがとうございます。この後、淀屋橋も行きますけどね。せっかくなんで、こっちの方って、ほんと来たことないんだよな。